新編鎌倉市、遠学寺の図、新編鎌倉市は、江戸時代の知史。上京2年に刊行。水戸徳川家当主で、水戸藩主の徳川光国が、商工官員の河合常久らに命じて編纂した鎌倉の知史で、遠方元年に、光国自身が鎌倉を旅行した、際の見聞記をもとに作成された。全8巻12冊。内容は鎌倉及び江の島。 金沢の名所旧跡を119の文献資料を元に解説したもので、現在知られる鎌倉七口や鎌倉住居などはこの新編鎌倉市によって選定された名数で、後年になって数多くのガイドブックに引用された。三国が鎌倉を準遊したのは、藩主時代の遠方元年で、水戸藩において干ばつなどの災害や大火などが多発していたため、 この年には5回目の終範を行い、範内を、巡検している。同年4月、江戸への寄付に際して、通常は、水戸街道を経るが、この時は、半領南部から、和佐国を経て、和佐港からの船旅で、鎌倉へ至っている。鎌倉では、秀勝院の墓所であった秀勝寺を拠点に、名所旧跡を訪ね、17日間の旅を経て、同年5月には、 江戸へ寄付している。なお、旅の途中の半領南部では、高校農民への報奨も行っており、半領の巡検を兼ねていたと考えられている。江戸への寄付後、三つ国は、商工官員で、鎌倉へも随行していた、吉弘元常や河合友水に命じての、公院日記、鎌倉日記の見聞録を代筆させ、遠方4年には河合に、鎌倉での現地調査と場法を命じ、 遠方8年の河合の死後は、力石田高津が引き継ぎ、上京を2年に観光に至った。三つ国は、官営17年や同19年、慶安2年、漢文3年など政治時代の少年期から青年期にかけて、父寄草に伴われての日光東照宮参経などを兼ねて、鎌倉や熱海へ立ち寄る経験をしているが、自身の意志で旅を行ったのは初めて。 三国は隠居した西山宗時代に盛んに藩来を巡遊しており、後年には公門万遊譚が成立したこともあり諸国万遊のイメージが定着しているが、実際には遠方元年の鎌倉巡遊が唯一の旅となっている。漢方は大日本知史体系や新編鎌倉市営員、解説、作品に収録されている。ありがとうございます。